こんにちは、会長です。本日はですね 2B 使っていきます。まあ最近ねちょいちょいね 2B の動画出してるんですけど、まあマイロと一緒で強化期間ですね。はい、まあメダルがついてでコラボも入って、まあ、強く使えるキャラということで、まあせっかくなんで練習してます。強いうちにねこすっとこうと思って、はい。で、空き缶の入ってるんですけど、他3枚は工場っすね。まあ皆さんご存知、工場最強アタッカーということで、誰に聞いても、まあ、工場の中だったら一番強いって言うんじゃないかなって思ってます。まあコラボ入ってても、まあ、3本の指には入るかなって思います。まあ、個人的に一番じゃねえわ、敵に来て嫌なアタッカー3体は、まあ、2B と加速もらったショックウェブタナミと赤テレの方っすね。もうこの3体がマジで嫌だ。ショックウェブタナミはマジで不快だし、 2B はなんか大体1人は瞬殺されちゃうし、での方は HS 最強だしみたいな、まあ、感じで、まあ、現環境トップ3アタッカーかなって思ったりしてるんですけど、まあその中でも 2B はまあ、工場でも使えるんで、まあ、誰でも使えるよということで数が多いような気がしてます。はい。で味方が裏に行ってくれたんで、まあ、どうやって攻めようかなって思ってたんですけど、なんか相手が攻めてきたんで利益しますと。はい。でこのステージ C が近くて結構ゾンビやされやすくて、で後半になってくるとやっぱ HS 耐久でね、つなげてってされちゃうんで、まあ、早めに HS 絡めてでもまくっていきたいですよね。まあ、そうなってきたら今度はこっちがゾンビする前番なんで、 2B とか特にやっぱタイマン1人落とすのが得意なんで、まあ強そうな相手をねしばきに行って、まあ、1枚落とせば、まあ、相手の攻めの勢い止まるんでゾンビもしやすくなるかなっていう感じですね。もう本当にやっぱタイマン強いよね。自分から仕掛けに行けるアタッカーっていうだけでもだいぶ優秀なのに、まあ耐久高い相手でも全然ね瞬殺できちゃうんで本当に強い、マジで最強。まあそのノコとかみたいに、まあ、何枚も落としに行く能力っていうのは、まあ、ないかもしれないですけど、まあ、1体は絶対落とせるんで、まあ、それがいいよね。うん、また違った良さがある。でぐるん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 してぐるんぐるんして、はい、倒して今日素晴らしい。でまあ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 もう2枚落としたんで十分でしょう。残り10秒なんで勝ちと。はい、まあ、こういう狭いステージとかブレードでねぐるんぐるんしていけばなんかね敵が溶けていきますね。はい、まあめちゃめちゃ加工をもらってるんですけど、なんだかんだずっと強いっていうことで、うん、どうなんだろう、足がっつり加工したら弱くなるんかな。なんかいろいろいじられてるけどなんだかんだずっと強いよね。まあ最近はなんかここ 1,2 回ぐらいは調整されてないような気がするんですけど、どうでしたっけ。うん、まあ HS もだいぶ重くはなってると思うんですけど、まあ一回吐ければ十分なんで、やっぱね広がるスタンで相手のカードにも合わせれるっていうだけでだいぶ熱い。で当選簿もできるんで、まあ、別に何回も打つ必要ないんですよね。シノン HS と一緒で、まあ何回も打てたらまあもちろん最強なんですけど、まあ、別に一回でも相手に合わせれる時点でめちゃめちゃ強いっていう。でなんか相手が HA 構えてくれてたんで、そのままね、倒していきます。はい。でしっかり貯めないとたまんないんで貯めていきましょう。まあ、このキャラも、まあ、割と自分で考えて動けるようになってきた。今までなんかあのキャラスペックでもうご了承みたいな感じだったんですけど、まあ、それなりに 2B の動きというものを理解して、まあ、こうした方がいいな、あした方がいいなって、まあ、正解かどうか分かんないけど自分で判断できるようにはなってきたんで、まあ、これもまた成長かなって思います。今まではなんか、まあ、とりあえず歩いてたら敵溶けていくみたいな、うん、よく分かんない状況だったんですけどでこの相手はアミスターが
いるんで、アミスター倒せないと、まあ、相手が硬いままなんで、とりあえずお母さん入れてアミスターから倒していくと、まあ、そうすると前張る相手がいないので、まあ相手も攻めあぐねるのかなっていう感じがしますよね。やっぱりね、耐久編成をしばきやすいっていうのがいいっすよね。まあ、最近なんかめちゃめちゃタンクが情報されてると思うんですよ。まあ、耐久編成やる人できる人っていうのが少ないだけで、まあ、スペック自体はめちゃめちゃ高いと思うんで、うん、まあ、そういう相手が来ると結構積むことが多いから 2B 入れると便利ですよね。タダナブとか、まあ、ジャスティスとかめっちゃ情報もらってるし、まあ、あとはテスラとかも情報もらってるし、結構耐久今強いと思うんですよね。でポロロッチョもなんか帯電が加工されておとなしくなったなって思ったら、なんか今回情報もらってるしね、うん。でデルミンはまあ変わらず強いしっていう、まあ、使い手が少ないだけで、まあデルミンもちょっと練習したいんですけど、まあ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 ちょっと練習するキャラが多すぎるので一旦置いといてます。はい、まあ、これは死んじゃうかな。で HS 自分に生えてくれて、まあ、味方がね落としてくれてるんで、これはなんとかなりそうですね、うん。まあ、前転あるしカウンターあるから、まあ、先陣切れるっていうのもだいぶいい、うん。誰が前出るんっていう編成でも、まあ、割と突っ込んでって1枚無理やり落としてみたいな、であとはよろしくみたいなこともできるんで、で起点作って自分にカードいっぱい吐かせてっていう立ち回りもできるし、でカード吐き切った相手がいたらもうおかんかけて追いかけるだけなんで、まあ、それもまたそれでいいし、まあ、割とできることが多いですよね。はい、でラストはドヒアオモンナイ席ということで、うん、2B がいます。 PL もいてシノンもいて、まあ、やっぱシノンが多い気がする。普通に強い、普通に強いし普通に通常が痛すぎる。やっぱね、遠いところから、まあ、3000とか普通にねポンポン出してくるのおかしいんで、4000ぐらい出んのかな HA とか分かんないけど、で味方が頑張ってくれて、なんかブレドラで飛んできたんでしばきます。なんかで飛んでっちゃったっぽいのでH で構えてしばいていくと、このブレードの先っちょぐるんぐるんするところを当てて削りつつ HA でね持っていけばしっかり PL もやれます。まあできれさありそうなんで、そんなことしなくても倒せそうな感じはしましたけどね、うん。まあ万が一もあるんで、相手のできれわかんないんでね、まあ、いろんなできれが生息してるんで、取った日が土日だったと思うんで、まだまだねいろんなランクの方がごちゃ混ぜています。はい、まあちょっと終盤までね 2B が出番あるかはちょっとわかんないですけどね。前回シーズンはな 2B ちょっと練習したんだけど、結局終盤は当たりにお世話になったんで、まあスプリンターでしたね。うん、まあ組む味方にも寄ってくるとは思うんですけど、じゃあアタッカー出すわとか言って、ガンナー出すわとか言って、まあ、出して漏れるような気が来ればいいなって思ってます。まあ漏れるシーズンもあるんですけど、まあ環境によってはね、全然アダムでリンアイコンとかね、まあ、キリトで金とか取ったりはしたんですけど、まあ、それはねキャラスペックが高かった時なんで、うん、こういうなんか練習中の苦手なキャラが使えるようになったっていう成長で取りたいですよね、ランカーとか。でなんか味方が頑張ってるんで、まあ、待ちます。まあ攻めてもいいんだけど、うん、まあ別に勝つだけだったら高台で待って触った相手を落としてっていう方がまあ安全かなって思うので、うん、待ってます。大事、やっぱ楽しくなっちゃうのは分かるけど、うん。でこれね 2B 対面お互いお母さんかけて多分続編で殴ってきてダメージレース勝つみたいな展開求めてるのかなって予想したんで、バーゲン当てて倒しましたと。はい、まあこれはマジで運ゲーだけど、まあ予想しての運ゲーかな、うん。
で、まあ時間的に C に JJ 捕まえてれば勝ちなんで、まあ安全に勝っていきましょうという感じで、はい、まあ、ちょっとずつね成長してます。アマイルも若干の成長は見てもらえたかなと思うんですけど、まあ皆さんもね苦手なキャラ、まあ、得意なキャラもっと伸ばすでもいいんですけど、まあどんどんねコンパス上手くなっていきましょう。はい、ありがとうございました。私はシノン、それがあなたたちを倒したのに。